2015年世界フィギュアスケート選手権は2015年に中華人民共和国で行われたフィギュアスケートの国際競技会。中華人民共和国での開催は初めてとなる。2014から2015年シーズン開催の世界フィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が2015年3月23日から29日まで。 中華人民共和国、上海市で開催され今回で105回目を迎える。アイスダンスショートダンスの後に行われたオープニングセレモニーでは、地元のペア、ウコサメ、金ヨ組と、大雪間、大来組が演技を行った。さらには、チンロ、メリル・デイビス、チャーリー・ホワイト組、エフゲニー・プルシェンコ、チンユキ、チョウ・博組もパフォーマンスを行った。ダンシングルでは、 ハビエル・フェルナンデスが、スペインの選手としては初めて世界選手権で優勝。ハニュー・ユズルが銀メダル、デニステンが銅メダルを獲得した。女子シングルは1981年大会以来34年ぶりに過去のメダリストがいないイベントとなった。エリザベータとクタミシェワが、ロシアの女子選手としては2005年大会のイリーナ、スルツカヤ以来10年ぶりの優勝。 初出場の宮原里子が銀メダル、同じく初出場のエレーナ・ラジオノワが銅メダルを獲得した。ペアでは、メーガン・デュハメル、エリック・ラドフォード組が、カナダのペアとしては2001年大会のジェイミー・サレー、デビット・ペルティエ組以来14年ぶりに優勝。随分制、ハン・ソー組が初の銀メダル、史上最多16回目の出場の法性、刀剣組が銅メダルを獲得した。 アイスダンスでは、ガブリエラ・パパダキス、ギヨーム・シゼロンが、フランスのカップルとしては2008年大会のイザベル、ドロベル、オリビエ・シェーンフェルダー組以来の優勝。また女性が10代での優勝は1975年大会のイリーナ・モイセイは以来、男性が20歳以下での優勝は同じく1975年大会のアンドレイ・ミネンコフ以来40年ぶりである。マディソン・チョック。 エヴァン・ベイツ組が初の銀メダル、ケイトリン・ウィーバー、アンドリュー・ポジェ組が銅メダルを獲得した。前回大会の結果を受け、今大会において複数出場枠が与えられた国は以下の通りである。出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催する大会で、ショートプログラムとフリースケーティングの両方で、 クリアしていなければ出場ができない。男子シングル男子、シングルメダリスト女子シングル女子、シングルメダリストペアペアメダリストアイスダンスアイスダンス、メダリスト各競技の上位成績者には以下の賞金が与えられる。また、エキシビション出演者には以下の賞金が与えられる。ありがとうございます。